聖エミディウスのいる受胎告知は、イタリアのルネサンス期の芸術家、カルロクリベッリによる祭壇画である。主題は受胎告知。祭壇画は、マルケ地方の町アスコリピチェーノにある SS アンヌンツィアータ教会のために、1482年に、ローマ教皇シクストス4世によって、町に与えられた治を祝う目的で描かれた。この絵画は1811年に、 ミラノのブレラ美術館に移されたが、1820年に、オーギュストルイド・シブリーに渡され、19世紀半ばまでに、イギリスに到着した。1864年に、初代トーントン男爵ヘンリー・ラボシェールから寄贈されて、以来、ロンドンのナショナルギャラリーに収蔵されている。クリベッリは、マンテーニャの影響を受けて、 アスコリピチェーノの街をすべて大理石とレンガでできた理想的なルネサンスの都市として描いた。聖母の家も豪華なものである。緻密に描かれた鉢植えの植物やオリエントのカーペットが聖母、マリアの家の2階のロッジアを飾っている。受体告知の場面は大天使ガブリエルが聖母、マリアの家ではなく街灯に配置されているが、こうした公的性格は 他の受胎告知の作品には見られない。天からの光線は、聖母マリアが、精霊によって、イエス・キリストを子急に受け入れたことを表している。左側の奥へと続く、閉じた通路と、聖母、マリアの寝室にある、清らかな水のフラスコは、通常聖母の諸女性を指し示す。翼のあるガブリエルは、町の模型を運ぶアスコリピチェーノの守護聖人である聖。 エミディウスと一緒に描かれている。手前のリンゴは禁断の果実とそれに伴う人間の堕落を表しており、キュウリは復活とあがないの約束を象徴するものである。クジャクはその肉が決して腐らないと信じられていたので、関連するキリストの不死を象徴している。絵画の下部には、教皇シクストゥス4世と地元の司教、プロスペロ・カフファレッリの文章が描かれている。 ラテン語のリバタシカリージアスティカは、カトリック教会の一般的な監督下にあるアスコリ、ピチエノの自治を示す。The Annunciation, with Seni to Emidias.The National Gallery, 2015年6月26日、閲覧。AB, National Gallery Companion Guide, 2004年発行、38から40行参照 ISBN1 から857094034。 2021年5月2日閲覧、ザ・ナンシエーション、ウィズ・セイント・イミディアス、ザ・ナショナルギャラリー、2015年6月26日、閲覧、ザ・ナンシエーション、ウィズ・セイント・イミディアス、ザ・ナショナルギャラリー、リトリーブド20602015、CS1 メインとディスカリジドパラメーター、ありがとうございます。